はい、こんにちは、シャスカです。理解が体得の第一歩ということで、仏教講座の第25回になります。仏教は体得するべきものと、残念ながら理解だけでは不十分ですと。しかし、理解が信仰や実践の役に立ち、体得の助けになるのもまた事実ですということですね。理解があって、信仰や実践があって、体得に至ると。このシリーズはできるだけ広い視野でなるべく公平に眺めることに努めながらお伝えしていきたいというふうに思っています。はい、前回のまとめです。前回は煩悩とは心の汚れにより惑うことと、108の煩悩のうち大元は6種類ということですね。そのうちでも頓、忍、智は三毒というふうに呼ばれ、長い修行によってのみなくせるというふうにされています。煩悩をなくすために重要なのは捨てるということですね。すべての煩悩がなくなったとき、苦しみは止まり、涅槃寂静の境地が開けますということです。はい、ご視聴感謝してます。第25回のテーマは無明行識です。ぜひ最後までご視聴ください。はい、前回までやっていた仏教の体系ということで、煩悩があって、で業、カルマがあって、で苦しみにつながるということで、原因結果原因結果というのが、まあ仏教の体系ですよね。そしてより細かく、ね、論理的に説明した、まあ、大元はこの3段階、煩悩、業、空というのがこう3段階なんですけれども、それをより、ね、細かく論理的に説明したのが十二支縁起というふうに言われているわけです。3段階を結局12段階の原因と結果というふうにこう分解しているわけですね。全体像、十二支縁起っていうのはもうすでに全体像はね、別の動画で解説していますので、今回はこの十二支縁起の最初の3つをね、より詳しくやっていきたいというふうに思います。まあ、そうするとね、仏教の体系として大元っていうのは何も変わってない、要するにこう同じ論理を説明するのにいろんな言葉とかいろんな表現が出てくるだけで、基本的な考え方っていうのは、ね、言葉が違っても表現が違っても同じなんだっていうのが、まあ、理解していただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、十二支縁起の最初の3つは何だったかっていうと、無明行識だったんですね。まずここから12番目の1番目が無明、2番目が行、3番目が識という順番でした。なので仏教というのは過去から未来に対して因果関係を考えるんですね。まあ仏教における真理っていうのは縁起と、縁によって全てが起こってるんですということをやっているわけですけど、その縁っていうのは基本過去から現在というふうに見るんですね。過去が原因となって現在に至るんだというふうに考えているわけです。だから、まあ、仏教だけを信仰しているともうそれだけが真理ですよね。ただ真理っていうのは実際は一つではなくて複数あって、どれも真理っていうのがあってですね、必ずしも仏教以外は、じゃあね、仏教が正しいんだったら他は間違ってるっていうふうに、こう二元論の人、こういわゆるこう白黒はっきりつけて、こっちが正しくてこっちが間違ってるっていうふうのをはっきりさせたい人はですね、もし仏教が正しくて仏教が真理だっていうんだったら、それ以外は正しくなくて真理じゃないっていうふうに思うかもしれないんですけど、実際私たちの宇宙っていうのは真理がたくさんあるんですね。だから何が間違っていて何が正しいっていうのは決められないんですよ。そしてもっと言うと、言葉っていうのは絶対に限界がある、単なる音ですからね。言葉っていうのは音に過ぎない、言葉で全てを説明することはできず、論理的に考えれば必ず矛盾っていうものにぶち当たります。だから仏教が正しければ、じゃあ他の思想は間違ってるっていうと、もうこれは完全に仏教にはまり込みすぎてるんですね。仏教は確かに真理は伝えてくれているわけですけれども、真理の一つでしかないわけですね。別の真理もあって、じゃあ2つの真理が並び立つのかって言ったら並び立つんですね。たとえそれが矛盾していたとしても。なので仏教はあくまでも過去が原因で、現在を結果というふうに捉えるんです。でそれは間違いなく真理ですよね。で私たちの常識的な感覚にも合ってると思います。でもそれは真理の一つであって一つに過ぎないんです。未来から現在を考える、未来が原因となって今の現在が起きてるっていう西洋思想とは逆向きなんですね。でこれはピンとこないかもしれないんですけど、例えばね、まあ何か、まあ例えば行きたい高校に合格できたっていう事実、現在があったとします。現在、まあ、志望校に合格できましたと。で仏教的な考え方でいけばね、
仏教的な考え方でいけば過去に勉強したから合格できたっていうふうに考えるわけです。でも西洋の場合はそうじゃなくてね、いい大学に行くためにこそいい高校にまあ合格できたんだとね。もともと高校が最終ゴールじゃなくて、いい大学に行くという最終ゴールがあったからこそ今はこの高校に合格できたんだっていうのがまあ西洋思想なんですよね。まあ、西洋思想全部がそういうふうにな思想というのはちょっとあの極論ですけれども、今最先端のまあ西洋の考え方っていうのは基本未来に原因を作って、そして未来の原因のために今現在があると、結果としてあるという考え方があります。でこれね、あの言葉で言えば、まあ、明らかに矛盾してるわけですよ。過去が原因ですっていうのと未来が原因ですっていうのは矛盾してますよね。矛盾してるんですけど両方とも真理なんです。だから仏教を信仰してる人にとっては過去が原因で今が結果と、だからね、ある意味自分は今の結果になってるのは過去こうだったから仕方がないっていう発想になりがちなんですね。でそれはそれでいいんですよ。間違いなく間違ってるわけじゃなくて、真理は真理ですからね。確かにそういうものの見方も一面はあるわけです。でももう一面としてはね、過去は全く関係がないと、ね、未来に何らかの自分が目指している姿があって、その未来の目指している姿が原因として今現在やれることをやると、ね、で今何、あなたはなぜそれをやってるんですか、これをやってます、どうしてですか、なぜなら未来にこうなりたいからですって言って未来に原因を作るっていう考え方もあるんですね。でそれはそれでまた真理なんですよ。それも正しいんです。で一つのものをどっちの方から見てるかっていうだけなんですけれども、まあ、今回は仏教講座なので、仏教は過去を原因として現在は結果というふうに、捉えているということですね。はい、無明行識ということで、じゃあ識っていうのをこう現在というふうに考えてみたいと思います。無明行識って言った時に、識が現在であり識が結果というふうに捉えてみた時に、識っていうのは認識であり、まあ、心という言葉にまあ類似語と、ね、まあ、心というふうに解釈してもそんなに大きな間違いはないと思います。だから心が苦しみを感じるわけですね。苦しみっていうのがもし結果だとしたら、それは心が苦しみを感じる、苦しみを感じる心が結果としてあるというような感じです。ではなぜその人に何らかの認識が生まれたのか、つまり、ね、苦しいと感じる心が作られたのかということですけど、それはそれ以前に何らかの行ね、これは業という言葉とほとんど同じ意味ということでやりましたけれども、何らかの行があったからというふうに仏教は考えるわけですね。はい、そして無明行識ということで、2番目の行ですよね。じゃあ心を作ったその原因である行っていうのは何かというと、それは主に三行とね、心行、空行、意行、心空意ですよね。体の使い方、言葉遣い、そして心がけという、この3つがあったから、事前にあったから、そういう苦しみを感じる心が作られたんだっていうのが、まあ、仏教の論理展開ですよね。受胎期間、要するにね、あの生まれた時の赤ちゃんをね、真っ白っていうふうには、まあ、仏教は捉えないんですね。仏教は、まあ、お母さんのねお腹の中にいた時からね、何らかその心が作られる原因っていうのがあって、そして、まあ、受胎期間中から心が何らかの影響を受け、生まれた後にもうすぐに心っていうのが機能し始めたというふうに、まあ、考えています。そしてその心の性格を決める三行というのが事前にあったということですね。だからまあ妊娠中のお母さんのまあ精神状態とかね、もしくはお母さんがねお腹の赤ちゃんに向かって、まあ、いろんな声かけをしていたとかね、まあ、そういったことですよね。そして生まれた後、まあ、三つ子の魂100までっていう言葉がありますけども、特に0歳1歳2歳3歳までの、まあ、お父さんお母さんの、まあ、心がけなり言葉遣いなり、ね、もしくは行動動作というものがあって、そして心が作られた。ただしその心っていうのは苦しみっていうのを感じる心ですよと、まあ、原因として行があって、そして結果として心が作られた。じゃあその行ですよね。じゃあなんでそういう苦しみを感じるような心を作る行いねっていうのがされたのか、その行の原因は何かって言ったら無明行識の無明なんですよね。この無明という原因があってこそね、行が行われたということです。ではなぜ苦しみを感じる心を作った行、まあ、業があったのかと、それは無明ですよと、
無知ですよということです、ね、真理を体得してないからということです、ね、真理を知っていればそういう行は行われず、そういう心は作られなかったというような考えですよね。で、無明というのは煩悩でありね、心の汚れから生まれた惑いということです。まあ、煩悩をね、前回やりましたね。その中でも特に三毒ということで、鈍人知というのをやって、知っていうのは無知でしたよね。つまり鈍人知の知と無明っていうのはほぼ同じ意味です。言葉が違っても結局仏教が言いたいことっていうのはそれなんですよね。煩悩の中でも一番のね、一番こうしぶとい、一番取り除くのが難しいのが知、無知であると。で、これは十二支縁起で言った時も一番の大元は無明というふうに言ってるから、結局ね、同じ仏教だから当然同じことを言ってるわけです。ただね、煩悩、行、苦しみという三つを、さらに細かく十二段階に分けたやつが十二支縁起なんだということなんですね。で、真理に対しての無知が汚れある心行、まあ、体の使い方、行動ですよね、空行、言葉遣い、そして異行、ね、心がけというのが行われたんだと。もし真理を、ね、体得していればね、当然その汚れがある真空位というのは行われなかったはずだということです。そしてその、ね、汚れがある真空位がやがて苦しみを感じるような心を作ったんだというのが、まあ、仏教の大元中の大元、それが縁起の一番根幹になっているということです。まあ、ちなみに、なぜ人は無明の闇に生まれてきたのかと、ね、要するに無明の原因は何ですかということですよね。じゃあ無明が大元の原因だとしたときに、じゃあなんで人は生まれたときに周りが全部無明で囲まれてるんですかと、ね、99.99999% の人は無明で生きてるわけですよ、ね、自分のお父さんお母さんも無明、おじいちゃんおばあちゃんも無明、世間の人も無明ですよね。でなんで最初からね、じゃあみんな真理を体得した状態で生まれてきてないんですかと。なぜ生まれた時に無明というね、闇の中に生まれてきたんですかというね、その無明の原因は何ですかというのは実は仏教は語ってないんですね。語ってないんです、仏教はね。それはわからないんです、仏教をどれだけ勉強しても。なぜか。釈迦によって回答されてないからなんですね。仏教というのはとにかく釈迦が大元なんですよ。釈迦という人が2600年前に存在してなかったら、仏教というのは少なくても今の仏教はなかったわけです。だから大元中の大元の釈迦がね、そういうね、いわゆるその原因っていうのは語ってないんですね。別の動画で言いましたけども、無記と言って、釈迦は全ての質問に対して回答してるわけじゃなくて、回答拒否っていうのを行ってるんですよね。それはね、今生きている間の苦しみを取り除くのに関係ないということで、こう回答拒否を行っているわけです。だから、なんでじゃあ人はね、最初からみんな真理を体得した状態で生まれてないのと、ね。なんで自分の身の回りの人たちはみんな無明なのっていうことは分かんないんですよ、ね。仏教をどれだけ勉強しても分かんないわけです。ね、でここも仏教の一つの特徴でね、まあ、生きている間の苦しみを取り除くと。いうことに特化しているという点で、ね、宇宙創生を考える西洋思想と大きな違いということですね。まあ、仏教って一言で言っても宗派がたくさんあるので、ね、ある、ね、宗派だったらその死後の世界を語ったりね、仏教だったら、ね、欲の世界と欲がない世界とかっていうことでね、いろいろこう考えたりね、そういう思想もあるはあるんですけど、それはもう仏教の一番の大元ではないです。釈迦が語ってない以上、仏教は基本的にそういった、ね、精神世界っていうのを語らないっていうのが、まあ、一番の大元っていうか、それが道筋です。ただ西洋は違いますよね。西洋はやっぱり宇宙創生っていうのに対してね、古代からすごく興味関心があるわけです、ね、昔であればギリシャ神話とかね、少し後であればキリスト教、もっと言うとユダヤ教ですよね。ユダヤ教の旧約聖書の最初の1ページ目っていうのは宇宙創生ですよね。6日間で作って7日目は神が休んだと言ったのから始まっていくわけです。だから西洋は宇宙がなぜ作られたのか、どのようにして作られたのかって言ったことっていうのを考えるんですね。ね、そして何かあった時に
まあ、例えばそれは全て神のおぼし召しですと、ね、140億年前の神の玉突きによって行われたビッグバンによってもうすでに決まってたんですよっていうような考え方っていうのもあったりするわけですけど、それは仏教の範囲外なんですね。仏教はそこは考えないんです。で、なぜ宇宙はこういうふうに作られたのか、どうしてこうなってるのかっていうのは考えない。もう最初から無明というのが前提なんです。もうそれが一番のスタートとして考えましょうというのが仏教の論理展開なんですね。だから無明の闇に包まれてますと。もうそこからスタートなんですと。ビッグバンじゃないですと。ね、私たちは無明の闇に包まれている中からスタートしてるんですというふうに考えるわけです。で、そこから前提に仏教の論理展開が始まっていくということです。だからもし宇宙創生っていうのにね、興味関心があって、なぜ、ね、宇宙はこのようになってるのか、どうしてこうなってるのかっていうのに興味があるんだったら、それはもう仏教とは違うものを勉強していく必要があるんです。もしそこに興味関心がどうしても高いということであればね。ただまあ仏教の場合はとにかく生きてる間の悩みをなくして心に平安を感じるというのが大元ですから、だから一番のその大元は無明無知というふうに置いてるんですね。で、無明をなくせば、なくして真理を悟ればね、現世生きてる間の苦しみを感じなくなるとね、出来事の方がなくなるんじゃなくて、それをその一つ一つの出来事に対して苦しみというのを感じなくなると、ね、いうのが仏教の基本姿勢ということです。はい、それでは今回のまとめです。今回は、まあ、仏教の教えの体系である煩悩行苦というのを別の角度からですね、より、細かく論理的にした十二支縁起というのから、もう一回復習してみました。その十二支縁起の一番最初っていうのは無明行識ということですね。で、これがちょうど、まあ、対応してるっていうことになりますね。苦しみっていうのは心がそう感じるという結果ですよ。じゃあその結果を作り出した原因は何ですかって言ったら、何らかの行業があったからということです。そしてその行業っていうのは煩悩の一つであり、三毒の一つでもある無明ですよね。知、無知によって作られたということです。だから無知が原因となって何らかのね、体の使い方、行動、言葉遣い、心がけになり、その体の使い方、言葉遣い、行動、心がけっていうのが苦しみを感じる心を作ったんだと。で、苦しいって感じているのは心の作用であって出来事ではないということが、まあ、仏教の一番の中心ということですね。だから、まあ、煩悩行苦というのは十二支縁起で言えば無明行識っていうのに、まあ、そのまま対応していると。だから、まあ、言葉は違うんですけど、表現は違うんですけど、言いたいことは同じということで、まあ、より理解を深めていただければというふうに思います。だから、まあ、仏教が言ってるのは常に一緒ですよね。真理を体得し、無明が明、ね、無知がね、無知がなくなって、しっかりと真理を体得すれば、ね、当然苦しみっていうのはなくなると、ね、どんな出来事があってもそれを苦しいと感じなくなるというのが、まあ、仏教の教えと、それあの教えの根幹中の根幹ということですね。はい、次回第26回は悟りと涅槃というテーマのお話を聞いていただく予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし今回の動画がですね、何らかあなたの理解を助けたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。